皆様こんにちは。シスディグの清水と申します。よろしくお願いします。本日はですね、シスディグクラウドネイティブインテリジェンスプラットフォームとご紹介ということで、プレゼンテーションを少しとデモをほとんどデモでお送りできればなと思っておりますので、よろしくお願いします。まずちょっとシスディグに関してご紹介させてください。シスディグって会社なんですけども、本社はですね、アメリカのサンフランシスコにあります。もともとですね、オープンソースのシスディグから始まっておりまして、会社法人としましては2015年ですね、発足しております。で、日本ではですね、シスディグジャパン合同会社をですね、昨年のですね、11月に設立いたしまして、今回のこのイベントはですね、シスディグジャパン公のイベント初めての出展となります。ちょっとかなり緊張していますが、ご容赦いただければというふうに思います。で、シスディグに関してなんですが、オープンソースのシスディグと、もう一つですね、ファルコというコンテナのランタイムセキュリティ、昨年末ですね、CNCF のサンドボックスプロジェクトで立ち上がっているプロジェクトなんですけども、2つのオープンソースがありまして、それを母体としてシスディグの商用版の製品ですね、を作っております。で、本日デモさせていただきますのは、商用版のシスディグですね。これからさせていただきます。で、お客様としましては、今、商用版を使えているお客様は全世界で約300社以上ですね、いらっしゃいます。こちらに乗っかっておりますようなロゴのお客様ですね、かなり実は大きなお客様がシスディグを使っていらっしゃいます。で、我々のですね、ビジネスの場所というのは、いわゆるそのクラウドネイティブ、Kubernetes ですとか、クラウドですね、あるいはそのレッドハットオープンシフトですか、そういうところが我々のビジネスの場所となっておりまして、日々お客様にご提案をしています。で、商用版の製品としましてはいろいろな賞も受賞してまして、かなり知名度も上がってきているんではないかなというふうには勝手に思っているんですが、皆さんこの中でシスディグって聞いたことある方いらっしゃいますか？あ、ほとんどの方いらっしゃる。ありがとうございます。去年ですね、我々が日本で活動を始めた頃はほとんどまだ日本では知名度はなかったんですが、日々ちょっと頑張っております。で、こちらがですね、我々の代表的なお客様の例になっています。で、一番上のお客様はですね、コムキャストというお客様なんですけども、コムキャストはかなり我々の初期のお客様になっています。もともとですね、Kubernetes をかなり広範囲にデプロイメントしています。彼らは何に使っているかって話なんですが、全米に対してビデオのオンデマンドサービスですね、をしているお客様です。で、その Kubernetes のクラスターをですね、全米の約、60のデータセンターですね、展開しておりまして、で、その中で、やはりその初め Kubernetes を始めたんだけれども、やはりトラブルも多いと。で、やはりそのコンシューマーのお客様にサービスを提供している会社ですので、セキュリティも担保しなければいけないと。で、そうするとそのモニタリングも必要だし、セキュリティも必要だということで、全世界をリサーチ当時されたそうです。で、全世界をリサーチされてシスディグという会社を見つけて、シスディグの導入に至ったといったようなお客様になっております。で、2つ目のお客様なんですけども、エクスペリアンという会社でして、こちらのお客様は全米でいわゆるその個人の信用情報ですか、予診情報ですか、そういったところを管理提供しているような会社です。こちらのお客様はですね、レッドハットのオープンシフトをですね、デプロイメントしています。で、そこにですね、やはりそのシスディグを導入して、セキュリティとモニタリングですね、両方を使われていると。で、さらにセンシティブな情報を持たれているお客様ですので、やはり監査という観点ですね、こういうところでも活用されているお客様になっています。で、3つ目のお客様なんですけども、こちらはですね、世界トップ3に入る投資銀行のお客様です。かなり大きなお客様でして、すでにですね、10万以上のコンテナを運用しています。ちょうどですね、今年の2月、そこの担当者の責任者の方にお会いする機会があったんですけども、彼らは社内にですね、 SE が1万人いるということで、かなり大規模にやられているお客様です。で、初めシスディグ入れる前はですね、30名の方で運用されてたそうなんですけども、やはりそのコンテナアーキテクチャに移行するにあたって、やはり30名で追いつかなくなってくると、その何かまずモニタリングはできるいいソフトウェアないかということで、世界中を探されました。で、なんでそういうふうになったのかって話なんですけども、システムを入れる前は1分間に1回こうデータを取るようなモニタリングのシステムを使われたそうなんですけども、その皆様ご存知のように、その1分間の間にコンテナが上がったり下がったりする可能性もありまして、そういうことが実際起こるんですよね。そうすると1分間の間に何起こったか分からないと、トラブルは起こっても後から追跡ができないと。
そこでシスディグを見つけられてシスディグの導入に至ったお客様になっています。ですのでこちらのお客様は一例の事例なんですけれども、やはりクラウドネイティブ Kubernetes のような仕組みを導入した途端、今まで の, そのモニタリングの仕組みですとかセキュリティの仕組みがいきなり使えなくなってしまうということは往々にしてあるんですよね。ですのでその今までのようないわゆるその境界型のセキュリティを考えてみると、やはり境界型のセキュリティがあってクラウドネイティブな Kubernetes のようなものがあって、こちらの Kubernetes の状況ってやはり外からでよく見えないんですよね。でそのまま境界型のセキュリティを適用としようとしてもらっても、やはりその Kubernetes の中でポットが上がったり下がったりしますので、実際セキュリティインシデントが起こったポットがもうなくなっている可能性もあると。じゃあこれどうすればいいのかということがやはり問題としてありますし、稼働している状況はどうなっているのかというところがやはり見えなくなってしまうというところは皆さんお悩みになっているところではないかなというふうに思います。でこちらの今映っている人物なんですけども、こちらのロリスと申しまして、我々 の, シスディグの CTO をやっております。彼はですね、もともとイタリアのトリノ大学だと思うんですけども、学生の頃ですね、ウィンピーキャップというオープンソースから始めて、でそれからですねワイヤーシャークを作った一人になってます。で彼がですね、ワイヤーシャークを作るときの発想っていうのは、要はネットワークのトラフィックをすべて取り込んで人間が分かるようにすることができれば、かなりのことのトラブルシューティングができるだろうと元に作ったのがワイヤーシャークの始まりなんですけども、今昨今のですね、いわゆるそのクラウドネイティブ、いわゆるそのマイクロサービス、ですとか、まあ、コンテナが数千、数十万あったときに、今までのネットワークトラフィックを収集してトラブルシューティングするようなアプローチでは成り立たなくなるだろうと。で2013年当時からシスディグのオープンソースを始めまして、シスディグを始めた時の発想っていうのは、Linux のシステムコールを全部取り出して人間が分かるようにすることができれば、この要はクラウドネイティブのような環境、あるいはそのコンテナがバンバン増えていくような環境においてもトラブルシューティングができる、可視化ができる、セキュリティに応用できるというところでシスディグの開発が始まって今に至っております。ですので彼の発想としましては、そのコンテナでありアプリケーションでありマイクロサービスでファイルでありホストであり、すべて OS のカーネルに対してシステムコードでアクセスすると、それをすべて取り出して人間が分かるようにしようというところでなってまして、実はこれが彼のパテントの一つとなっています。で実際のシスディグのデータの取り出し方なんですけども、シスディグもですね、基本的にコンテナでデプロイメントします。Kubernetes の場合デーモンセットでデプロイメントするんですけども、そのコンテナが OS に対してシステムコードでアクセスしますと、その情報を取り出してシスディグのエージェントがメトリックス情報を取り出してバックエンドに送っていろんな可視化をする、あるいはセキュリティに関しましては、このシスディグのエージェントでポリシールールが落ちてくるんですけども、そのポリシールールに合致した場合は、例えばコンテナをポーズするですとか、コンテナをストップさせるとか、そんなような動作もできるようになっています。それでは実際動いているものをお見せするさせていただきたいと思います。今動かしてますのがシスディグのモニタリングの画面ですね、なってます。画面としましては2つ大きくありまして、モニタリングとセキュリティですね、画面が分かれてます。アクセスという先は一緒になってます。で今見ている画面というのは、いわゆるその昔ながらのモニタリングの見方に近い見方になっています。例えば VM があって、まあ、サーバー VM サーバーがあって、あるいはその、まあ、ベアメタルでもいいサーバーがあると、でそのサーバーをクリックするとその下にコンテナがたくさんあるという見方がですね、まあ、昔ながらのモニタリングですとこういう見方だと思うんですよね。例えば全体的にその VM 間サーバー間のネットワークトラフィックがどうなっているのか知りたいと、じゃあこのサーバーの中に何が動いているのかを見たいと、でさらにその中を開いてみると何かしらのコンテナが動いていて、その中で何かのプロセスが動いていると。でこの階層で見てみますと、ホストネーム、コンテナ ID、 プロセスネームは分からないシスディグならではなんですけども、その Kubernetes を使われている方々にとってはこの階層ではちょっと苦しいんですよね。 Kubernetes の中で何が動いているのかと、要はその pod のデプロイメントに対して Kubernetes が要はマネージメントでどっかにデプロイメントするんです。どっかでデプロイメントしていると、どこにあるかよく分からないんですよね。でもどこにデプロイメントしているのか知りたいと。でもう一つロリスが考えたのは、シスディグはですね、実はですね Kubernetes のメタデータ情報をネイティブで取得して把握しています。これもシステムコールから取り出して自動的に抽出するんですよね。ですので例えばここで Kubernetes のサービス名に切り替えると、
でサービス面に切り替えるとこれが論理的なビューに切り替えます。左側が先ほど物理的な VM だったりホストだったりしたんですけども、今は Kubernetes のサービス面に切り替わっていますと。でこの中で例えばモニタリングのサービスがあって、さらにこの中で、プロメテウスがいて、でこの中で何かしらのプロメテウスのコンテナが動いていて、プロメテウスの、プロセスが動いていると。でここで階層を見ていただきますと、 Kubernetes のネームスペースモニタリング、Kubernetes のサービスネームがプロメテウス、ポットネームでコンテナ ID、 プロセスネームがプロメテウス、この階層で降りられることによって Kubernetes で運用管理実際デプロイメントしている方々にとっては非常に分かりやすいんですよね。まあ、いきなりホストからコンテナと、このコンテナ何やってんだろうってまた立ち戻らなきゃいけないんですけども、こういうふうに Kubernetes のメタデータで自然に階層で降りてくると非常にやりやすいんじゃないかなというふうに思います。あとはですね、SysDig の場合はシステムコールを取ってきてメトリックス情報を抽出していますので、情報の流量が細かいといったところも特徴になっています。例えばアプリケーションのデータベースを見ていますと、でそうすると今回のレスト MySQL の例なんですけども、例えばリクエストレートが分かんない当たり前の話なんですけども、例えば情報の流動って観点でいきますと、例えば最も遅いクエリーは何でしょうかというところで、要はクエリー分セレクト分そのもので終えるんですよね。で例えばそのコンテナの中で Java が動いていれば SysDig はですね、自動的に識別をします。例えば JVM の中でよく気になるのが Heap メモリーが気になると思うんですけども、ヒープメモリーどのくらい使われてるんでしょうかと。ただこれのヒープメモリーと全体でアグリゲートされてよくわからないので、 Kubernetes のノードネームごとに分けてみたいですと。そうすると Kubernetes のノードネームをクリックするとノードネームごとに分かれると。これはやはりその SysDig が Kubernetes のメタデータ情報を取り出してきて、全てのメトリックスこれが紐づいてるんですよね。なのであらゆる角度で切り替えて見ることができると。で例えばこのヒープメモリーの推移が286がいいのかどうのかわからないので、例えばパーセンテージに切り替えてみると、でそうすると 60% が推移なので、要注意かなと、もしかしたらこれいいかもしれないですけども、ここからアラートをですね、設定することもできるようになってます。でいわゆるそのこれがメトリックスベースのアラートですね。でアラートを生成するのにいろんなところに通知をすると、メールですとかスラックとかそういうページアデューティー、そういうところですね。あとはですね、システムコールをですね、そのままキャプチャーさせるといったようなこともできるようになっています。これ後ほどもう少し詳しくお話しさせていただければと思います。で、アラートに関してなんですけども、SysDig が提供しているデフォルトのアラートもありますし、あとは自分で自由にアラートをですね、設定して作り出すこともできます。例えば、ポットがアップした、ダウンしたですとか、先ほど Java のヒープメモリーでお話したようなメトリックスベースのアラートですとか、あるいは特定のイベントを受け取った時に出すアラートですとか、あるいはアノマリディテクション的に時系列で見て少し外れた時に出すアラートですとか、そんなようなアラートですね、いろいろあります。最後はグループアウトライナーですね。グループで動いているものに対して一つだけなんか外れた時に出すアラートですとか、そんなものがあります。でもちろんですね、モニタリングの仕組みですので、いろいろなダッシュボードですね、テンプレート的にご提供しています。例えばKubernetes のキャパシティと健全性を見るような、一般的なダッシュボードですね。もちろんそのプロメテウス使ってグラファナ使うとこういったようなもの、同じようなものを作れるんですけども、 SysDig でも同じように作れます。でさらにですね、自分でですね、ダッシュボードを追加するっていうこともできます。でダッシュボードの追加ボタンを押すと、今すぐ追加できるダッシュボードが出てきます。これなんで今すぐ追加できるダッシュボードだけ出てるのかって話なんですけども、基本的に SysDig が自動的にアプリケーションを識別します。その識別したアプリケーションに対応したダッシュボードがここで表示されていると。で例えばシステムのエージェントをですね、入れると自動的にアプリケーション識別が始まって、例えば Kubernetes ですとか Docker ですとか、あるいはその Amazon ですとか、Go ですとか Apache、Etc とかいろいろありますけども、上げるとキリがないんですけども、例えば Prometheus も自動的に識別するんですよね。例えば Prometheus のノードエクスポーターがあって、そのノードにシステムのエージェントが例えば Kubernetes でデーモンセットでデプロイされていれば、プロメテウスのメトリックスも自動的に吸い上げてシステディグのバックエンドに上げることもできます。よくですね、お客様にご訪問させていただくと、プロメテウスがシステディグの競合ではないでしょうかってお話も聞くんですけども、実はですね、システディグ社はですね、かなりプロメテウスプロジェクトにコントリビュートしてまして、実は仲良しであって、実はそのシステディグ社はですね、プロメテウスを広める役割も担ってたりします。
あとはですね、アラートで仕掛けたものはもちろんそのイベントとして上がってきます。で、それ以外にもですね、あの Kubernetes のですね、イベントを自動的に拾ってあげてきます。あるいはその Kubernetes のイベント以外にあのコンテナのイベントですね、まあ、例えばコンテナがキルされましたですとか、まあ、Kubernetes であればレプリカセットがスケールしました、そういったものも上げてくると。いや、もちろんその Kubernetes の、まあ、キューブコマンドの時はこんなものは分かるんですけども、ただ自動的にこういうふうに上げてきて並び替えてくれると結構便利なんですよね。で、これがですね、あの SysDig モニターになってまして、もう一つですね、画面がありまして、SysDig のセキュリティ側ですね、の仕組みになっています。で、今見ている画面というのは、いわゆるそのセキュリティインシデントがたくさん起こっているような画面ですね。例えば、まあセンシティブな情報がまあ抜かれてますとか、まあ、いろいろ出てますけども。で、例えば、ターミナルシェリングコンテナ、これ何かって話なんですけども、例えばデプロイメントしたそのポットコンテナに対して誰かシェルでアクセスしましたというのを捕まえて教えてくれているというものです。で、さらにこれが起こったところが瞬時に分かるんですよね。例えば Kubernetes のネームスペースストアフロントエンドで、ポットネームが WooCommerce なんとかで、コンテナ ID ホスターどこと。で、さらにこれを見てみると、なんかコマンドもなんかハイライトで打たれてますと。で、ビューコマンドと見てみると、なんかバッシュで入られて、なんかファイルをダウンロードされて、ターで展開されて、まあ、最後痕跡を消してますみたいな。まあ、確かに怪しいんですよね。なんか怪しい動きをしていると。でも、怪しいんですけど、これだと実際何やったかわからないんですよね。でも、SysDig の場合ですと、システムコールをキャプチャーすることができますので、この先にさらに掘り進めることができます。で、このイベントをトリガーするときに同時にキャプチャーファイルも取らせてますので、これを見てみたいと思います。で、これをクリックするとオープンソースでも提供してますあの SysDig インスペクトですねが開きます。で、実はこのウェブの画面で出しているのが商用版になってまして、オープンソース版はあの Mac 版とあの Windows 版があります。例えばここに Mac 版が入っているんですけども、クリックすると SysDig インスペクトが開いて、まあ、こういう専用のものですねがあります。まあ、同じ画面なんですよね。これは皆さんあの無料でダウンロードしてすぐ使えるものです。で、今あの SysDig インスペクトを出したんですけども、例えばここでセキュアノティフィケーション発生してますと。で、さらに今回の場合ですとコマンドを打たれてますということで、なんかコマンド打たれてると。で、さらに見てみると、まあ、先ほどのようにあのバッシュで入られてファイルをダウンロードして、まあターで展開されて、まあ痕跡消していますみたいな。で、さらにですね、あのシステムコールを取ってますので、このターファイルが何が展開されたかっていうのを実は知ることができるんですよね。で、ここを例えばファイルで切り替えると、そうするとあのターで展開されたファイルであの出てくると。まあ、実はこれはルートキット埋め込まれてコントロール奪われてしまいましたってやつなんですけども。で、さらにですね、この中を見てみると、まあ、気になるファイルがあれば、実はその中のファイルですね、見ることもできるんですね。で、その中 IO ストリームを取ってみてますと。で、ASCII 形式で見てますと。そうするとファイルの中身が見えると。ですので、あの日本でも世界中でも情報漏洩の事案というのはかなり起こっているんですけども、大体ですね、情報漏洩が起こった時に大体何が漏洩したかってすぐ分からないんですよね。で、大体3ヶ月と6ヶ月ぐらいかけていろいろ調査して、なんとなくこのぐらい出たんじゃないかみたいな収まりでつくようなことがあると思うんですけども、ここまでですね、追跡、まあ、フォレンジックをすることができれば、かなりの確率でいろんな情報、まあ、何がまあ仮に漏洩したのかということに関してすぐアクションを起こせるというふうなことが言えるんじゃないかというふうに思います。ですので、あの SysDig のセキュリティの仕組みに関しましては、サイバーセキュリティにおけるフルフォレンジックの機能に該当します。で、このイベントをですね、トリガーしているのがですね、こちらにあのポリシーっていうのがあるんですが、まあ、いろいろなあのポリシーがあります。で、実はこのポリシーの設定の仕方が、あのオープンソースのファルコベースになっています。例えば先ほどターミナルシェリングコンテナのポリシーがありますと。例えばこれがどこの Kubernetes のネームスペースに適用するのかと。皆さんのその状況に応じて、例えばこのポリシールールはこのクラスターのこのネームスペースだけに適用したいってこともあると思うんですよね。そういうスコープ決めができるようになっています。で、さらにですね、今アクションとしては何もしないになってるんですけども、例えばこのイベントがトリガーされたときにコンテナをストップさせる、ポーズしたりと、そういったこともできるようになってます。こちらですね。で、あとはここにキャプチャーを取るってことになってますので、先ほどのようにシステムコールのキャプチャーを取るといったことができます。
これの場合ですと、このポリシーがトリガーされた10秒前から20秒後を取るといったようなところですね。まあ、もちろんそのいろんなところにノーティフィケーションを送るといったこともできるようになっています。でポリシーの作り方としましては、いわゆるそのホワイトリスト、ブラックリスト的なアプローチで作ることもできまして、例えばこのコンテナは MySQLD は許容するんだけども SSH はダメですとか、あるいはイメージで縛ると、このコンテナはカサンドラのイメージはいいんだけども MongoDB はダメですとか、あるいはネットワークのポートで縛るですとか、あるいはファイルアクセスそのものに縛ると、バーログ税の書き込みはいいんだけどもエト税の書き込みはダメですとか、あるいはシステムコールそのものに縛るといったこともできます。まあ、ここまで使うことはないんですけど、ポリシーの作り方として使うことができます。で最後にですね、ファルコとあるんですけれども、これがですね、オープンソースのファルコルールを参照しています。で今回このターミナルシェリングコンテナっていうのはファルコルールの中の一つですね。特定のコンテナに対して誰かシェルでアクセスしたトリガーをするってファルコルールを使っています。でいろいろなファルコルールがあるので、ここから選んで使っていただくことも可能です。でさらにですね、自分でファルコルールをエディットしたいですとか、そういったことも可能になってます。やはりそのファルコをオープンソース化している意味って実はここにありまして、世界中の方々の力を借りてこのファルコルールですね、日々充実化させています。まあ、昔、一昔前ですと、例えば IPS、IDS のオープンソースでスノートというのがあったんですが、昔はスノートルールというのがあって、それもやはりオープンソースで来て充実化してきたと。まあ、それに近いですね、考え方でファルコルールですね、いろいろ使われています。で、ファルコルールの種類としましては、まあ、昔ながらのシスディグのシステムコールから捕まえるようなファルコルールと、最近はですね、Kubernetes のオーディットですね、オーディットの情報から取り出してきて、そのオーディットの情報からファルコルールでトリガーさせると。いったこともできるようになっています。でさらにですね、自分でカスタムルールを作るということもできます。例えば Google の 8888DNS にアクセスしたら、まあ、トリガーしてくださいですとか、そういうのも自分で作ることもできます。あとはコマンドオーディット的な使い方ですね。打たれたコマンドっていうのは全て記録していますので、やはりその監査に厳しいお客様も結構いらっしゃると思いますので、まあ後の監査に使うですとか、そんなようなところですね。でもちろんこの、まあ、何かセキュリティ的なインシデントが起こった時にこれで追跡していくですとか、そういった時にも非常に有用です。でこのコマンドオーディットに関しては、全体的に見るのももちろんのこと、特定の例えばデフォルトのネームスペースで起きたところだけ見るですとか、あるいはイステの中だけで起きたところを見るですとか、そういうのはやはりそのシスディグの、ロイスが考えた考え方です。で基づいていろんな見方で見れるといったところも特徴になっています。あとはキャプチャーしたものは全て見られるということですね。後から見て監査を、まあ、何かをトラブルシューティング、フォレンジックをするトラブルシューティングを使うということもできます。であとはですね、コンプライアンスの観点ですね、稼働している Kubernetes のクラスターがセキュリティ的に大丈夫なのかということで、CIS のセキュリティベンチマークをかけることもできます。例えば Kubernetes のマスターノードにセキュリティベンチマークをかけると、そうすると、まあ、API サーバーですとか、スケジューラーですとか、コントローラーマネージャーですとか、いろいろあるんですけども、いろいろな観点で、ベンチマークをかけていくと。で、そうすると、なんか弱いところがあると、まあ、そういう、どのようにした方がいいですよ、という、まあ、どのように回復させましょう、というようなアドバイスのようなものもあります。で、同様に、Docker のセキュリティベンチマークもありまして、例えば、グラファーナーのところを見てみますと、例えば、Docker のホストコンフィギュレーションですとか、Docker のデーモンコンフィギュレーションですとか、まあ、いろいろな観点でセキュリティベンチマークをかけてくれて、まあ、同様になんか弱いところがあると、まあ、こういうふうにした方がいいですよ、というようなアドバイスですね、をしてくれています。で、最後はですね、イメージスキャニングですね、の機能もあります。これ何かっていう話なんですけども、Kubernetes にデプロイメントするときにイメージリポジトリを必ず参照すると思うんですけども、このイメージリポジトリの中のイメージに自体に脆弱性が介在している可能性があると。それをスキャニングして脆弱性を見つけるという仕組みになっています。で、例えばクリックすると実際もうスキャニングした結果が出ているんですけども、例えばこれですと CoreDNS に何かこのイメージに脆弱性がありますと。で、脆弱性がある、例えばオペレーティングシステムに脆弱性があるということであれば、この CV 番号に紐づいていて、これをクリックすると実際の脆弱性が出てくるといったような形ですね、になっています。で、あるいはそのデプロイメントした
その、まあ、コンテナなりポットであり、そのデプロイメントした時は脆弱性がない時もあると思うんですよね。あるいはその1週間後に脆弱性がまあ見つかりましたと。そうするとデプロイメントしてどのコンテナどのポットに脆弱性が新たな脆弱性が発見されたかっていうのも追跡してますので、それを通知して教えてくれるといったこともできます。であとはですね、最近できた機能としては、まあ、ダウンロード PDF ってあるんですけども、スキャニングのレポート結果ですね、まあ、そういうのも作ったりしてくれています。でちょっと一つモニターの方で一つデモをし忘れてしまったんで、ちょっと一つ追加でデモさせていただければというふうに思うんですけども、例えばアラートの中で、プロメテウスで HTTP エラーが起こってますっていうような、まあ、アラートを仕掛けたとしますと。でこの中でシステムコールをキャプチャーを取りますということで、キャプチャーを取らせますと。でプロメテウスで、まあ、HTTP エラーが発生しました。なんで発生したのかと。でキャプチャーファイルを見てみると、まあ、プロメテウスのエラーのキャプチャーファイルが出来上がってますと。でこれクリックすると先ほどと同じようにSysDig インスペクトですねが開きます。でSysDig インスペクトに関してなんですけども、例えば HTTP リクエスト、まあ、こんなようなタイミングで起こってますねと、まあ、HTTP エラー起こってますねと、まあ、こんな感じで見れますし、例えば HTTP エラー何が起こっていたのかと。でそうするとなんか、インターナルサーバーエラー起こってますと。でこのインターナルサーバーエラー起こってるのが K8S ユーザーアカウントなんとかかんとかっていうコンテナで何か起こってますと。じゃあこのコンテナをもうちょっと詳しく見てみましょうと。でコンテナ出して、コンテナまあたくさんわーっと出てきますので、この中でユーザーと入るものだけを抜き出して見てみましょうと。で先ほどのコンテナを見ていて、じゃあこのコンテナの中に何のプロセスが動いているのかと。なんかそうするとなんか Python のプロセスが動いてますと。じゃあ IO ストリームで見てみて、このプロセスが何してるのか追ってってみると、そうするとそのプロセスが何してるかっていうのを追うことができるんですよね。でまあ一番初めに、まあ、HTTP ゲットしてますと。で下の方見たらインターナルサーバーエラーをなんか引き起こしていますと。でさらに見てみると、ノーサーチファイルはディレクトということで、もしかしたらこのファイルが見つからないことによって、まあ、インターナルサーバーエラーを起こしている可能性もあるんじゃないかということで、実はこういったトラブルシューティングにもかなり活用していただきます。で見方として、まあ、例えばこれファイルオープンエラーとも起こって、実はここからもうすぐ実はたどり着けたんですけども、まあ、特定のファイルがなんかもう開けませんってもすぐ分かることもできるんですよね。ですのであらゆる方向から、まあ、トラブルを見つけていくと、トラブルシューティングしていくといったようなことを可能にしています。で基本的にですね、SysDig のエージェントはですね、1秒に1回情報を上げています。ですので基本的に情報はリアルタイムです。例えば一番初めのトポロジーに戻して見てみたいと思うんですけども、で今1時間見てるんですけど、これ10秒にすると。でこの中でまあ1つだけ分かりやすいようにちょっと拡大してやると、これが10秒ごとにも更新されるんですよね。ですのでくる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 動くと、まあ、もちろんくるくる動くと見づらいので長めの時間を設定してみたりするんですけども、でもやはり Kubernetes を運用デプロイメントで使われている方っていうのは、やはり物事がリアルタイムに動いているので、何かが発生したらすぐ見たいと思うんですよね。そういうことではかなり便利に使っていただけるんではないかなというふうに思います。ですので今日お話ししましたのは SysDig の モニタリングの仕組みとセキュリティの仕組みなんですけども、今ですねちょうどこのモニタリングとセキュリティの仕組みをですね統合するプロジェクトとして始めています。今後どうなるのかって話なんですけども、実はセキュリティの画面とモニタリングの画面が一つになってくるんですよね。そうすると何が分かるのかって話なんですけども、例えば Kubernetes の中で、まあ、ネームスペースごとでもサービス名ごとでもいいんですけども、このネームスペースの中ではこれだけのセキュリティインシデントが発生していますと。セキュリティベンチマークは 30%、終わっていますと。でもパフォーマンスとしてはこうなってます。サマリーのような画面も出来上がってくるんですよね。であるいはセキュリティに関してはもっと進んでくるんですけども、これからですね機械学習ですとかそういうのも組み込まれてきて、かなり製品として進化していくんじゃないかなというふうに思います。で基本的な仕組みとしては変わりはなくてですね、いろいろなインフラストラクチャーがあります。もちろんそのSysDig のエージェントはですねオンプレミスのですね Kubernetes にデプロイメントすることもできますし、オープンシフトにデプロイメントすることもできますし、
あるいはその AWS 用 の, その、まあ、Kubernetes でもいいし、GKS でもいいし、IKS でもいいし、あらゆるところにデプロイメントすることができます。ですので、そのマルチクラウドで運用されているお客様にとっては、マルチクラウドでどこに何があろうと、すべてを統合してみるといったことも可能になるんですよね。例えば AWS はこの画面で見なきゃいけないと、GKI はこの画面で、OpenShift はこの画面というわけではなくて、すべて先ほどデモしている画面で統合的に見るといったこともできるのもシステディグならではないかなというふうに思います。で、基本的にシステディグのエージェントはシステムコールを取り出しています。情報の流度は細かいんですよね。それをですね、コンテナビジョンというふうに呼んでるんですが、これが我々の CTO のノリスの一つのパテントになっています。要は、そのシステムコールを取り出して人間に分かるようにする一連の流れなんですよね。で、もう一つはサービスビジョンというふうに呼んでるんですけども、例えば Kubernetes の場合ですと、そのいわゆるメタデータ情報ですね。システムコールから抽出して全てのメトリックス情報に紐付けるんですよね。やはりその Kubernetes を運用されている方々にとっては、やはりネームスペースに紐づいたり使いづらいですし、デプロイメントに紐づいたり使いづらいですし、そういったところが全て紐づいてますし、それはスライス&ダイスです。簡単に切り替えることもできまして、グループ化することもできるんですよね。で、全ての情報というのはシスディグのバックエンドに蓄積されます。で、シスディグのサービスの提供の仕方としましては、SaaS でも提供してますし、オンプレミスでお客様環境にデプロイメントするといったこともできます。で、実際その SaaS の場合ですと、システディグのですね、トップページに来ていただきますと、ゲッティングスタートの右上なんですけども、それをクリックするとですね、2週間のトライアルライセンスがその場で発行されますので、まあ、ちょっと使ってみたいという方がいらっしゃいましたら、すぐその場でトライアルを始めていただくことも可能です。で、さらにですね、オンプレミスのですね、デプロイメントに関しては、お客様環境の Kubernetes にデプロイメントします。で、そうすると、わざわざと言わないんですけども、時々外にデータを出したくないというお客様もいらっしゃると思うんですね。そういうお客様はシステディグのオンプレミス版を使っていただくと、そのお客様の社内、組織内でシステディグをご活用いただくといったことも可能です。もちろん、そのオープンシフトを使われているお客様では、オープンシフト内にディプレミントするといったこともできます。で、今日デモさせていただきましたシステディグ、モニターですね。これを使って日々モニタリング活用に使っていただくことも可能ですし、あとはセキュリティですね。まあ今日にかけてブースの方にも立たせていただいているんですけども、まあモニタリングをこれから始めよう、まあモニタリングがこれから必要だと、モニタリングで困っているとお客様たくさんいらっしゃったんですけども、セキュリティに関してはまあこれからだってお客様ほとんどだったので、このモニタリングも必要ですし、セキュリティも必要ですし、皆さんご存知のように Kubernetes の場合ですと、要はアプリケーションと要はインフラがセットでデプロイメントされるイメージですので、ひっくり返して考えると、モニタリングとセキュリティも表裏一体で必要だと思うんですよね。ですので、このモニタリングとセキュリティを一緒にできるシスディグっていうのは、非常にですね、Kubernetes 運用、まあ使われている方々にとっては、有用性があるんではないかなというふうに思っております。で、もう一つはですね、さらにですね、フォレンジックでデモさせていただきました、このシスディグインスペクトですね。こちらの方はですね、オープンソースでも公開されてますので、従来のオープンソースのシスディグコマンドと、このシスディグインスペクトを使うとですね、詳細なフォレンジックですね、無料でやることもできるようになってます。ですので、シスディグとしましては、インテリジェントプラットフォームということで、やはりそのクラウドネイティブな環境に対して、やはり皆様が、まあ、いわゆるその可視化をするという問題、セキュリティの問題、そういうことがやはりどんどん増えてくると思いますので、こういうところに対して、いかにですね、便利な、まあ、簡単に使えるようなツールを商用版でご提供するということをしております。ぜひご検討いただきますと幸いです。まだブースにもおりますので、デモももっと詳しくやらせていただきますので、ご興味のある方はブースの方に置いていただければと思います。本日はご清聴ありがとうございました。